もまあ最大限のウォータープルーフで頑張るっていう。ご自分でメイクもされるんですか？モーニング娘。は全部自分なんですよ。そうなんだ。そうなんです。それでミキティの顔が作られてる。作れます。これで作れます。そうなんだ。少な。皆さんこんにちは、朝日です。そして今回も引き続き藤本美貴さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回はですね、かなり質問の多かった美容のお話を一緒にできたらなと思っております。はいはい、本当にいろいろあって、やっぱりこう、うん、アイドル時代のこととかの質問もとっても多かったんですよ。 そうなんだ。はい、なのでそこから早速行かせていただきます。はい、お願いします。アイドル時代やっぱりこう崩れにくいメイクっていうのをすごい気にされてる方多かったんですよね。はい、そうですね。でももうアイドル時代は、まあ、今でもそんな変わらないんですけど、うん、基本死ぬほどウォータープルーフっていうのがウォータープルーフありますね。ライブの時とかはファンデーションもウォータープルーフだったりとか、使ってももう結構最後の方は何も残ってなかったりは。そうですよね。しますね。でもまあ最大限のウォータープルーフで頑張るっていう。頑張るんですか。はい、なんかまあ当時と今とだと、まあ売ってないものとかもあると思うんですけど、うん、実際にこれめっちゃ活躍してたみたいな。なんだっけ、あの日焼け止めのところのファンデーションあるじゃないですか。アネッサとかの、うん、あのやつを使ってました私。ファンデーション、ファンデーション、うんうん、あの水着の撮影とかもそうだし、私フットサルもやってたので、夏外でやるってなるともう日焼け止めと、まあ、そのウォータープルーフっていうのが、はい、やっぱこう最強だなっていうのが、そうですね。それが結構一番落ちなかったかなと思いますね。なるほど、うんうん、ウォータープルーフだ。夏ウォータープルーフちょっともう混ぜたいですね。ファンデーションに混ぜて、もうリキッドファンデーションとか、やっぱりウォータープルーフだとカピカピになったりこうなんか伸びないみたいになるから、そのリキッドシャバシャバのやつにこう混ぜて使ったりとかしますね。うんうん、実際にそのライブの時とかはご自分でメイクもされるんですか？モーニング娘。は全部自分なんですよ。そうなんだ。そうなんです。ライブはテレビはもちろんついてくれるんですけど、とかあとライブの DVD 撮影を入る日はメイクさんが入るんですけど、うん、あとはもう全部自分たちです。じゃあもう大体こうこれいいよっていうものとかみんな被るんじゃないですか？ほぼほぼメイクさんと同じ道具を持っているっていう感じですね。 あともう髪の毛とかもやらなきゃいけないじゃないですか。自分でですか？そうです。巻いたり、そうです、ピン止めたり、だから最初できなかったりする子もどんどんできるようになったり、だこう後ろこう分けてあげるのとかは先輩が後輩に分けたりしてましたよ。マネージャーさんが分けてくれたりとか、うん、結婚式もハワイでやった時は自分でやりましたもん、もう。まあ確かに安上がりだし、自分でできるし、自分の顔は自分が一番知ってますもんね。そう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 。ちょっと被るかもしれないんですけど、うん、アイドル時代にメイクで心がけてたこと、心がけてたこと、そのまあ画面との写りもあるのでなんかまあ足したりとかもしますけど、あんまりこう濃くなりすぎないっていうのはあったかもしれないですね。うん、いつもカメラがこう向いてる時に必ず目線来たりするじゃないですか。あの歌の時とかですよね。そう、あれってもうあれはなんか一応リハーサルがあるじゃないですか。その時にみんなこの歌詞の時にこのカメラが光って自分が映るっていうのが分かってるので、そのリハーサルの映像を楽屋で見てここだったんだねみたいなのとかを。なるほどなるほど。はい、だってだいぶ遠いところにカメラあるから目線パッと合わせるの。そうです。だからライブとかもあの、ね、カメラ映ってるじゃないですか。はい、後ろに。それも全部分かってみんなやる感じです。プロだわ、プロだわ。アイドル時代のミキティ、うんうん、今のママミキティ、うん、それぞれのミキティ時代のメイクのこだわりを教えてくださいということです。そうです。でもやっぱアイドル時代とかそれこそ独身時代って、まあ、時間があるっちゃあるので、うんうん、楽しくメイクもしてましたけど、うん、今はもう時間がないのでなんか落ちないとか、うん、なんかこう崩れないとか楽とか。そうですよね。そっちにやっぱり行っちゃいますね。毎日どれぐらいでメイク済ませるんですか？あ、毎日、まあ、基本的に仕事がない日はほぼほぼすっぴんなんですけど。そうなんですよ。だからちょっとねいけないなと思ってるんです。もう30も過ぎて、で一般のママたちはもう朝からバッキバキちゃんとしてくるので、はい、その中私普通にすっぴんで。お外でも？お外でも。すごい。そうなんです。だからメイクして幼稚園とかお迎え行くと今日仕事だったんだねって言われるくらいすっぴんで。その顔にもみんなも慣れてる。そうなんです。だからいいですよね、いい環境。あ、そうです、そうです。だから、うん、先に慣らしちゃう。
みんなを先に鳴らしちゃうみたいな感じで、さすがにちょっとしなきゃいけないなとか思い始めた。思い始めました。さすがにいかんなと思って、うん、思い始めてメイクする日も増えてきましたね。あと日焼け止めとか、あ、もう全然気にしてなかったんですけど、それも塗らずに、なんか夏前は結構頑張って塗るんですけど、はい、なんか夏になると暑すぎてもう塗るの嫌になったりしません？なんか逆にちょっとね、そう、何これみたいな、ベタベタするしみたいな思ったんですけど、毎年頑張ろうとは心がけてはいるんですけど、なんかやんちゃですね。やんちゃなんですよ。だから普段はでも10分15分でメイクは終わりますね。サクッと、はい、なんか目さえ開いてればいいかなっていう感じで。まあね、ちょっとね、うんうん、半分なのがちょっと大きくなったらいいなぐらいで、まあ、でもそれもこれもあれですよ、うん、全部ちゃんとメンテナンスというか、いやいやいや、何も塗らなくてもいいぐらいの肌を作ってるって。それこそスキンケアとかの方が若い頃からあのメイクする年が早かったので、あ、まあ、でも今はみんなね高校生とかでしてますけど、はい、私も16歳から東京来て、うん、なんかしっかりずっと、そうか、ずっとメイクされてるので、スキンケアの方が大事に思ってきたかなと思いますね。スキンケアのことも結構質問があったので、はい、ここで聞きたいんですけども、今スキンケアで こだわっていることとか、こだわってること、でもやっぱりそれも子供が生まれてからはなかなか自分にかける時間が少ないじゃないですか、だからこうできる時にやるとか、もともと乾燥肌っていうのもあるんですけど、保湿を心がけるっていう感じですかね。まあでもすっぴんだからいつでも塗り足せますよね、うん、あ、そっか、お化粧してると化粧水そっからつけるのとかも大変です。そうなんです、だからミストとかでシュッシュッシュッとかは、うんうんうん、まあ、よく最近は売られてたりしますけど、はいはい、お化粧塗るから大丈夫みたいな、うんうん、一番何も塗ってない肌に塗るのが一番いいじゃないですか。そうですね、何を入れてるのか分かんないですもんね、化粧の上から。そう、それがもういつでもウェルカムな顔の状態っていうことだと思うので、あとはもうなんだろう、塗るものというよりも、うん、なんかある程度運動してちゃんと寝てちゃんと食べる、はあ、すごい、うん、そっか、ヨガとかもね、そうですね、されてるからとか、偏った食事はしないとかがやっぱり一番大事なのかなと思いますね。食事で気を使ってることとかあります、うん、何は食べますとか。バランスよく食べる、なんか別に私そんななんですか、ビーガンしてますとか、なんかオーガニックで生きてますとかは全くなくて、野菜も食べるし肉も食べるし魚も食べるしっていう、こうバランス、へー、なんか野菜だったら品目をなるべく多く食べようとか、やっぱ子供も自然とすごい野菜も食べます。あ、それいいですね、やっぱ野菜嫌いな子とかも多いと思うから、そうそう、出てくるから食べるっていう感じですね。じゃあその肌とかは、その野菜たちとか、野菜と睡眠、食べると睡眠は一番大事かなと思いますね。でもママだと睡眠とか取りにくくないですか？取りにくいですけど、まあ、でも逆に子供生まれてからの方がこう規則正しい生活にはなったかなと思いますね。あ、そっか、うんうん、朝ちゃんと起きて、そうですね、12時ぐらいに、まあ、前後に寝てみたいなので、規則正しいっちゃ規則正しいかなと思いますね。今その自分だけの時間とかってあるんですか？子供が寝た後とか、あと子供がまあ保育園とか幼稚園、あと小学校に行ってるので、はい、行ってる間はフリータイムですね。仕事がなければ。その間はヨガやったりとか、ヨガやったり、なんかこうボクシングみたいに行ったり。すごい。そうです、そうです。もう動かないとダメなんですね。そうなんです。そうなんですね。ずっと動いてるみたいな。なるほど、なるほど。まあ、そりゃ健康になりますよ。そうですね、動いてとか、旦那さんがお休みだったら、はい、一緒にランチ行こうかって出かけたりとか。いい、へえ、なるほど、ありがとうございます。はい、そしてですね、これ一番多かったんですけれども、うん、ミキティのコーチの中が見たいという意見が、はい、ちょっと今の話だとだいぶ品薄な感じかもしれないですけど、今日なんか実際にお持ちいただいてる、はい、っていうことなんですよ。持ってますよ。すごい、はい、あんまり持ち歩かないですけど、うん、普段お化粧直しとかはしない。いや、しない。それは持ち歩かないですね。しない。だから、最近だから口紅は塗るぐらい、はいはいはい、へー、ですね。じゃあこれ全てのこれでミキティの顔が作られてる。作れます、これで作れます。そうなんだ、少ないですね。そうですね、昔もちょっと大きいの持って
たんですけど、こうちゃんとした昔はメガバみたいなやつ持ってましたね。でもなんか結局これ全部使ってないなってことに気づいたんですよね途中で。だいぶ削ぎ落とされますよね30代になったらね。だからもうアイラインとかいいですか。はい、キングダムジェルアイライナー、そこ落ちないですね。落ちない、やっぱ落ちないのが重要。だからメイクさんも私もそのアイドル時代から誰のメイクが一番すごいんだっていう話になってギャルじゃないかってなったんですよ。ギャルってあんなに塗ってて落ちないってすごくないってなって、だからメイクさんもプラザ的な大きいところに行って、はい、こうギャルに一番売れてるのどれですかって言って買うぐらい、言ってましたね。そっかそっかそっか、やっぱ一番ウォータープルーフで、はい、落ちないっていうのがギャルメイクじゃないかっていうところに行き着くわけですね、確かに確かに。この辺とか、あ、もうプチプラ、そうそうそう、めっちゃプチプラですね。この口紅が一番高いんじゃないかぐらいじゃないですか。へえ、一番最初に塗るのはどれですか。一番最初に塗るのはファンデーション塗ってこれですね、押さえて、アディクション、はい、でコンシーラーちょっとやって、はい、アイシャドウやってアイラインやって、あ、それ筆が今ないですね。 あとチークが今入ってないかな、チークぐらいかな。あ、眉毛もないか今日ね。ここまで削ぎ落とされるんですね本当ですよね。え、どんなんですか。もうちょっとあります。もうちょっと私ありますね。何入れてるんですか。いやでも、まあ、内容的には同じですけどちっちゃいもの選んでますね。あ、結構そうかも。マスカラとかも小さいし、うん、この辺も小さいかも、ね、こういうのじゃないですね。もうそうそう、あんまり大きいのとか持たないんですよね。なんかもう入らない、カバンが小さいんですよ私とりあえず。あだから入らないんですよねだからなるべく小さいもの、小さいものになってるってことですよね。口紅は結構ちゃんと持ってますね。そうですね、3本ありますね。おこの中でお気に入りとかあります。これ一番これが好きなんですけど、最近これ買って、うん、なんか落ちないとかっていうティント。あ、ティント、これもワンデータってここと一緒なのかな。あ、一緒ですね、Kパレット。これはどちらですか。あ、クレドポーですか。そうですそうです。あ、もうだって使い込んでるからどこのなんだか分かんないですよツルツルになってますもん。だってそうですね、クレドポーですね、うんうん、そうですね。開けてもいいですかこれ。いいです、どんな色か。今日ちなみに使ってるお色ですか。今日はこっちですね。あ、落ちない、うん、でもちょっと大人になってからちょっとこういう色がある風な方を選ぶようになりましたね、うんうんうん、確かになんか、あ、すごい、どれも、うん、こういうカラーですね。そうですね、ちょっと赤ピンク、ローズ系ですね、ですね。そう、もう自分の顔に自分でメイクしてると何色が自分に合うってきっと、そうですね、分かってると思うんですよね。今若い子とかすごいなんかチャレンジャーなメイク、はい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 、ああいうことは人生で一回もないですね。なんかこうお仕事でなんかそのすごいメイクされるとかはあるけど、はい、だどの時代を見てもあんまりメイクが変わってないかもしれないです。若い時の写真見てもなんかこの時代のメイク恥ずかしいとかあんまりないです、ね。あ、うんうん、ではじゃあこの中でこれないと困るというか、これはベストっていうものありますか。これないと困る、うん、口紅で言ったらこのクレドポーが好きだし、ただこの目さえ開いてれば私はもう別に出かけられる、全然。そっかマスカラとリップとビューラー、はい、うん、があれば最低限、うん、頑張れる頑張れるギリオッケーみたいな、よし行くぞみたいなみんなが偉いだけだと思う。みんなちゃんとしようみたいな気持ちがすごい強いから、なんか塗んなきゃって思ってるけど、うん、行こうと思えば行けると思う。まあ行こうと思えば確かにでもそれはやっぱりこう自信だったりとか、うん、だから多分スキンケアを頑張るっていうことなのかなと思いますね。ちなみにスキンケア今何使ってるとか聞いてみますか。スキンケアも本当に、あ、なんか人幹細胞が入ってるやつとか、あと何種類かライスホースも使ったりするし、そうですね、あとクレドポーの化粧水とかも使ったりもするし、何種類か使いますね。あ、じゃあお肌の、うんうん、コンディションに合わせて使い分けてるっていう、うん、そうですね。あ、じゃあそこのスペースの方が全然大きいかもしれないですよね。そうですね、コスメとかよりも。確かに、だから本当保湿ですね。保湿、うん、保湿は化粧水でしっかりやる派ですか、なんかこうクリームをたっぷり塗る。クリームも塗ります。ベタベタで痛いでもなんか化粧水塗ってクリームも塗ったのに、夜こう片付けして寝るぞって時にもうあれいないみたいな時ないですか。わかりますわかります。またもう一回塗るみたいな。へー、うん、それみんなやった方
がいいかも、うん、プリプリですからね。いやでもちょっと私今結構乾燥気味です。乾燥気味ですか。乾燥気味です。最近ちょっと寒かったですね。スキンケアとかコスメ以外にも、うん、ハンドクリームとかフレグランス、うん、こう香り物、うん、どういったものを使われてますかっていう質問もあったんですが、匂いは、うん、あんまり香水とかつけなくて、うん、唯一つけるなんかシャネルのなんかこうピンクっぽい、あれなんていうやつなんだろうな、香水、香水もほんとちょっとしかつけないですね。自分につけるというよりも部屋をいい匂いにしたいみたいな。あー、なるほどなるほど。なんか酔っちゃうんですよ、なんか。あ、香りに酔っちゃう、うんうんうん、あとハンドクリーム塗るとベタベタするあんまりね、もう一番心地よい状態にしていたいってことですよね。でもなんか30過ぎて最近はやっぱりハンドクリームも塗らなきゃなと思って、うん、あ、なんかなんだっけ、ジャスミン的な匂いのハンドクリームは家でつけたりはしますね、うん、あ、じゃあ香りで言うとジャスミンとか、うんうん、そういうフローラルっぽい、フローラル系ですね。うん、うんうん、だいぶ分かってきましたね、どういうお人柄なのかっていうそうですね、こととかが。だから結構ワイルドに生きてる。いや、ワイルドですよ、うん、アイドルからもう強さというか一人で生きる力をいや、多分すごい。私は結構稀な男子タイプ、ちゃんとしたアイドルもちゃんといますよちゃんとしたい、もっとあの前髪とかちゃんと整えないと出られないみたいな子も、うん、の方がやっぱ多いですよ。あ、そうなんですね、うんうん、私はもう寝起きで出ていっちゃうからそうだ、うん、本当にひどいです本当にママチャリ乗って本当に爆走とかしてるとその子供のお父さんが多分あれミキティ自転車乗って超爆走したけどあれミキティじゃないかなとかって自分のママに言うとあ、それミキティって言うすっぴんでうわってチャリこいでたりたくましいする感じですね。はい、ということで今日、はい、今回はミキティに来ていただきました。いろいろ教えていただいてありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ私もたくましく生きていきたいと思います。たくましく思います。生きていきましょうこの動画楽しんでいただけたらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。